どうも、皆さん、こんにちは。着物です。本日はですね、またね、皆さんに残念なお話をね、しなければなりません。ということで、本日はですね、まずね、一つ目が、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードの改定の案内、またね、セゾンカードのですね、税金の支払いのポイント還元率がね、下がるっていうのはですね、発表されましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 それはね、早速内容に入っていきたいなと思うんですけども、こちらね、あの概要欄に載せておきますんで、セゾンのね、プレスリリースに発表されております。まずね、こちら、あの、ちょっと今回の動画とね、関係ないんですけども、 2023年の9月25日ですね。このね、セゾンカードっていうのは、えー、ご利用目線有料化になりますので、今ね、あの、郵送で受け取ってる方はね、こちら、あの、ログインしてね、変更してください。これね、お金かかるように、ね、なってしまいますし、私もね、あの、郵送に設定されておりましたので、こちらね、あの、ウェブに切り替えるようにね、してください。これね、そのままにしておくとね、もったいないんでね。 はい。ということで、内容に入っていきましょう。まずですねえ、今回発表されたのが2つということで、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのカードのサービスの改定と、またね、永久不滅ポイント規約及び永久不滅ポイント並びに、セゾンマイルクラブの一部の取引での還元率変更に関する ご案内ということで、本日ね、二つえー発表されております。まずですね、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードからえ紹介ねしていきたいなと思うんですけども、まずですね、 こちら、セゾンプラチナビジネス、アメリカンエクスプレスカードのカードの改定のご案内ということで、まずね、新サービスがね、2つ追加になります。まあ、今回ね、あの、解約ということでお話しさせていただいたんですけども、解約もあるんですけども、新サービスも開始になります。まず、新サービスからなんですけども、セゾンプレミアムレストラン招待日和、こちらはですね、セゾンプラチナビジネスで利用することがね、できるようになります。開始になるのは2023年の11月の1日からということで、 こちらね 招待日和にね、知ってる方、まあ、いらっしゃると思うんですけども、セドンプレミアムレストランバイ正体日和ということで、約ね、200カ所の厳選されたレストランを2名以上で利用していただくと、1名分コース料金無料っていう特典が利用することができるようになります。こちらね、普通に入会するとね、年間3万円ぐらいかかるんですけども、これがね、無料で2担になります。で、もう一つね、追加になりまして、今までね、なんで入ってなかったっていうね、感じだったんですけども、国際線手荷物高 会サービスの優待ということで、今までねえプラチナのあの個人カードの方にはねついてたんですけども。 ビジネスの方にはね、ついてなかったんですよね。これが今回ね、つくということで、今後はですね、往復ですね、一個ずつ無料で利用することができるっていうふうになりますんで、えー、自宅からね、空港、またね、空港から自宅みたいな、まあ、こういった場合でですね、利用することができるっていった形になります。こちらは非常に大きいですよね。で、利用できるね、空港は成田、羽田、第二、第三、中部、関西ということで、第二、第三ね、羽田空港両方とも利用できるのね、非常にいいですね。 で、利用できる場所はね、他のね、アメックスとかと一緒で、JAL ABC カウンターでね、利用することができるって言った形になります。まあ、この二つがですね、今回ね、セゾンプラチナビジネス、アメリカンエクスプレスカードで追加になります。で、次にね、年会費ポイント充当についてということで、2023年11月の1日より貯めていただいている永久不滅ペント4000ポイントで、次年度の年会費充当することができるようになりますということで、 こちらね、私知らなかったんですけども、セゾンのね、プラチナビジネスって年会費の充当できなかったんですね。他のカードはね、あの、できること自体は知ってたんですけども、プラチナビジネスはね、今まで対象外だったんですけども、まあ、今回ですね、対象に入ってきたって言った形になります。4000ポイントで充当ということで、この永久不滅ポイントはね、1ポイント5円換算っていうふうになりますんで、まあ、2万円分のポイントでね、年会費の充当が11月の1日よりできるようになります。 で、次ですね。こちらはね、非常に残念なお知らせということで、次年度年会費優遇サービスの終了ということで、このね、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードっていうのはですね、まあ、今現在ね、初年度年会費無料キャンペーンをやっているわけなんですけども、このクレジットカードっていうのはですね、年会200万円使うと、翌年ね、年会費が1万1000円にね、減額になるっていうね、非常に珍しいね、 えー、クレジットカードだったわけなんですけども、まあ、これがですね、なんとね、終了って言った形になるんですよね。これはね、本当に痛いですよね。ですので、年間200万円使ってる方は、毎年使えばね、年会費1万1000で、このね、セゾンプラチナビジネスっていうのは維持ができて、またね、このセゾンプラチナビジネスっていうのは、ジャルマイルをね、貯める、えー、メインカードにもなり得るっていうふうになりますんで、これで利用されてる方ね、めちゃくちゃ多かったと思うんですけども、えー、残念ながらですね、こちらはね、今回終了 ね発表されてししままいましたで、こちらね、終了時期なんですけどもえ、今からね、発行される方はですね、2023年の10月31日にね、このサービス終了っていう風になりますんで、2023年10月の31日以前よりですね、 え、カードを保有されている方は、えー、次年度を持ちまして終了ということで、えー、10月31日までにね、発行していただければ、えー、次年度はね、使えるわけなんですけども、まあ、その先は使えない。またね、11月の1日以降ね、発行された方は、こちらね、利用することができないっていうふうになりますんで、まあ、個人的にはですね、このね、セドンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードね、年会費ね、初年度年会費無料キャンペーンもね、今やっているっていうふうになりますんで、ぜひね、 発行されたい方はですね 10月の31日までにね、利用していただければな、なんていうふうに思います。概要欄にもね、リンク載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。いやー、こちらね、非常に残念ですね。で、またね、今現在保有されている方もね、あの、次年度を持ちまして終了っていうふうになりますんで、この点もね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。で、またね、このセゾンプラチナっていうのはね、いろいろ、あの、提携カードが出てるわけなんですけども、ここら辺ね、全部、あの、 今回のね、改定入ってくるっていう風になりますんで、もしね、持ってる方いらっしゃいましたらね、こちらも覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。はい。ということで、こちらはですね、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードのサービス改定のご案内ということで、こちらだけ、セゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードっていう風になりますんでね、えー、この点は覚えておいてください。 それでは次にですね、永久不滅ポイントの規約変更及び永久不滅ポイント並びにセゾンマイルクラブお取引の還元率変更に関するご案内ということで、今回ですね、変更になるのは永久不滅ポイントまたセゾンマイルクラブの還元率がね、変更になります。ですので、今回ね、紹介しているセゾンプラチナビジネス ありますよね。こちらも対象。こちらもね、あの、セゾンマイルクラブ対象になりますし、個人カードのね、セゾンプラチナありますよね。こちらも、セゾンマイルクラブね、えー、加入することができて、またね、セゾンゴールドアメックスとかもありますけれども、こちらね、セゾンマイルクラブ、えー、登録できますよね。で、またね、永久不滅ポイントのね、 還元率も下がるっていう風になりますんで、こちらに関してはですね、その他のね、あの、セゾンカードありますよね。永久不滅ポイントが貯まる。まあ、こういったカードもですね、変更になるっていった形になります。で、今回のね、変更になる決済先なんですけども、あの、税金の支払いがね、還元率が悪くなるっていった形になります。ですので、 え、国税とかね、市民税とかいろいろありますけども、このね、セゾンカードっていうのはですね、税金の支払いでね、あの、ポイントがね、ちゃんともらえるって有名だったんですけども、なんとね、ここにメスが入ってきたって言いたがちになるんですよね。これはね、CM だったかなホームページだったかな結構いろんなところでね、この、セゾンカードだったらね、あの、税金の支払いもポイント満額取れますみたいなね、そんな触れ込みでしたので、非常にびっくりなわけなんですけども、今回ね、こちらに変更が、 あります。で、まずね、永久不滅ポイントはね、えー、たまるクレジットカードに関しては、変更前ね、1000円ごとに1ポイントがね、付与されてたわけなんですけども、今後はね、2000円ごとに1ポイントということで、まあ、1%の還元のクレカであれば、0.5%還元に変更になるって言った形になるんですよね。で、またね、セゾンマイルクラブの方はですね、今まではですね、1000円ごとに10マイル、プラス、 2000円ごとに永久不滅ポイント1ポイントがね、獲得することができてたわけなんですけども、これがですね、この永久不滅ポイントはね、バッサリなくなって、さらにね、2000円ごとに10マイルっていう風になりますんで、こちらもね、 還元率半分になっっててしまういやー、非常に残念ですね。で、こちらの適用が2024年の1月の11日以降からね、適用になりますということで、この動画出てんのね、2023年10月の16日ですので、来年の1月の11日以降ですね、ちょっとね、かなり先になりますけども、来年のね、1月の11日以降はですね、まあ、こういった感じでね、セゾンカードもですね、とうとうね、税金の支払いでね、還元率 下がるっていう風になりますんでセゾンのねクレジットカードで、えー、税金払ってた方はですねぜひね覚えておいていただきたいななんていう風に思います特にね セゾンプラチナビジネスとかでね、税金払ってた方、めちゃくちゃ多かったんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、今後はね、還元率半分以下になるっていう風になりますんでね、この点はね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。多分ね、ビジネスやられてる方で、税金これで払ってる方はね、多分かなりの大解約になるのではないのかな、なんていうふうに思いますかね。 それでは次にですね、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレイスカードね、ちょっと基本スペックね、えー、おさらいしておきたいなと思うんですけども、年会費は22000、初年度年会費無料。こちらはね、変更はございません。で、今までね、年間200万円使っていただくと、次年度の年会費が11000でね、済む制度があったわけなんですけども、こちらがね、終了ということで、2023年11月の1日発行分より、この年会費のね、えー、優遇っていうのは受けられなくなります。もし発行されたい方は、10月の31日 までに発行していただければ初年度は、ね、年会費無料で次年度もね200万円使っていただければその次の年ね、えー、1万1000の融合が受けられますのでもし発行されたい方は、えー、10月の31日までに発行してくださいで還元率の部分なんですけどもここら辺はね基本的には変わらないわけなんですけどもこちらですね税金の支払いが0.5%還元に落ちます永久不滅ポイントはね一切なくなって2000円決済で 10JAL マイルって言ったがちになりますこちら 提案適用が2024年の1月の11日からっていう風になります。ここそれ以外はですね特に変わりがないんですが、このね手荷物宅配が往復ね利用することができて、またね。レストラン特典で招待日和が11月の1日より利用することができるっていった形になります。まあ、こういったね。形になりますので。 もしね、これから発行される方、保有されている方はですね、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。まあ、個人的にはですね、まあ、このね、手荷物宅配サービスがですね、往復ね、利用することができるようになったっていう点はね、非常に朗報だと思うんですけども、やはりですね、このね、年間200万円使っていただければ、1万1000円でね、プラチナカードが維持できるっていうね、 本当にね、1万1000でプラチナカードはね、利用できるなんてね、他ではね、考えられなかったわけなんですけれども、とうとうね、これも終わってしまうっていうふうになりますんで、このね、えー、セゾンプラチナビジネスはですね、プライティパースがね、年間何度でもね、利用できるプレステージ会員がね、付帯しておりますので、まあ今回のね、えー、改定っていうのはね、個人的にはかなりの解約っていうふうに、 思っております。ですので、今後の使い方としては、やはりね、初年度が年会費無料で利用することができますので、まあ、1年間ですね、えー、プレあの、プライティパスね、1年間使いたい方とかですね、またね、手荷物高いもね、1年間、招待日和もね、1年間、まあ、使うことができるっていうふうになりますので、まあ、ここら辺の特典をですね、まあ、フルでね、1年間無料で使うっていうのがですね、まあ、いいのではないのかな、なんていうふうに、 思いますかね。ちょっとね、やはりね、年会費がね、割引が受けられないっていうのはですね、非常に残念ですよね。というのもですね、このね、セゾンプラチナビジネス、これビジネスカードなんですよね。で、これね、個人カードがあるんですけども、個人カードはね、初年度年会費無料とかないんですけども、このね、セゾンマイルクラブが個人カードだとね、お金かかんないんですよね。今回ね、あの、年会費の割引の優遇がなくなるのであればですね、 ジャルマイルをね、メインで貯められたい方は個人カードでもね、まあいいのではないのかな、なんていうふうに思いますかね。まあもちろんビジネスされてる方はですね、こっちになってしまう部分がね、あるのかもしれないんですけども、私個人的にはね、そっちでいいんじゃないかなっていうふうに思ってしまいますかね。まあ本当にね、今回の改定で、まあ年会費もね、 あの、一緒になりますし、またね、手荷物高いもね、利用することができますし、招待日よりも利用できるのであればですね、年会費ね、この5,500円がね、個人カードかからないのであれば、ビジネスカードの方は、まあ1年間ね、いろんな特典を利用するのがね、まあいいのではないのかな、なんていうふうに思います。 ということで、今回ですね、セゾンカードのね、解約についてまとめてね、紹介させていただいたわけなんですけども、いやね、非常に残念ですね。もう、私もね、このセゾンプラチナビジネス発行させていただいて、まあ、来年のね、頭ぐらいまでね、まあ、1年間私は無料で、あの、初年度年会無料キャンペーンで利用させていただいておりますので、まあ、無料で利用することができているわけなんですけども、まあ、私もね、ちょっと残念ながらね、 多分2年目はね、更新しないかなっていう感じですかね。このね、税金の支払いでね、ポ,ポイントが満額取れるっていうのをね、結構大い文句にしてたセゾンカードはですね、とうとうね、税金の支払いもね、メスを入れてきたということで、まあ、非常にびっくりなわけなんですけども、まあこういった形でね、なってしまいましたので、ぜひね、 カード保有されている方、またね、カード発行検討されている方はですね、ぜひね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。またね、私はこのね、セゾンプラチナビジネスで,ですね、えー プライティパスね、おすすめさせていただいておりましたよね。ですので、もしね、初年度年会費無料キャンペーンはね、まだやっておりますので、まあ1年間ね、使いたいをしたいっていう方は、ぜひね、10月の31日までにね、利用、発行しといていただければですね、まあ1年間無料で使える、もしね、年間200万円ね、決済していただければですね、次年度ね、1万1000で利用することができるっていうふうになりますんで、まあこのカードね、プラチナカードなんでね、コンシェルジュデスとかね、使えるっていうふうになりますので、もしね、発行された 方は概要欄ににリンク載せててておきまますすで是非ね利用しいいいただければなぁなんていう,ふうに思いますセゾンのね、個人カードとね、ほとんどね、差がなくなってしまうっていうね、話をさせていただいたわけなんですけども、ちょっと前にね、動画にもさせていただきました、静岡銀行のセゾンプラチナアメリカンエキスプレスカード、これね、個人カードの静岡銀行の提携カードっていう風になるんですよね。 で、このクレジットカードね、年会費22000円かかるんですけども、こちら発行後ですね、翌々月までにですね、5000円利用していただければ、こちらね、22000円もらえるっていう風になりますんで、こちらもね、初年度年会費無料、まあ実質無料でね、えー、発行することができるっていう風になるんですよね。こちらポイントサイトハピタスの案件なんですけども、まあ発行していただければですね、年会費ね、あの、総裁できるっていう風になりますんで、まあもらったポイントはね、現金にしても、ワリオットポイントにしても、ANMR じゃ やる前にしてもももねまど、あ、どれでででいいんすすけども一応、ね、実質無料で、ね、発行することができてこのクレジットカードはですね、なぜか知らないんですけども、えデスク確認させていただきましたけどもね、あの、プライティパスが本会員もプレステージ会員で、またね、家族カード1枚発行することができて、家族カードも1枚 プレステージ会員でね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、ご夫婦とかでね、利用されたいっていう方で、セゾンプラチナカードがね、いいっていう方は、まあ、こちらのカードはね、いいのではないのかな、なんていう風に思います。まあ、このね、ポイントサイトね、あの、考えるのがめんどくさいっていう方は、 先日ね、紹介させていただきました、こちらね、ダイナスカード。こちらもね、初年度年会費無料キャンペーンやっておりまして、またね、家族カードもね、あの、1枚無料で発行できて、家族の方も、このね、ダイナスのね、ラウンジ利用することができるっていう風になっておりますんで、まあ、こちらもね、おすすめっていう風になっておりますんで、プライオティバスね、中心に発行ね、検討されてた方は、こちらもね、参考にしていただければなぁと。 思います。ということで、今回の動画はね、この感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。